ほうだよ、ということで、勘太郎さん家にやってきましたんで、うっす。はい、数学組、理研と、東大目指し、早稲田政経行ってたんでね。はい。で、数学強いはずの、ね、やめてください。はい。ね、一応数学の、数学弱い。数学、英数弱いってことね。社会だけできる。じゃあダメなんで。はい。ちょっと勘太郎さんに数学力をチェックしていただこうと思いますので、お願いします。よしよし。ほどきなり？もう数学はなぜそうなるのかを考えることが大事なんだけど、暗記した公式に数字を当てはめるのは数学じゃないんで、今日ってドレミの記念日かな。ドレミの日からの音階が発明された、音階発明した人ってあれ発明っていう意味なのかどうかわかんないけどね、ドレミの音階の並びって数学なんですよ。実は俺も詳しく知らない、ドレミって数学と関係してんだなっていうのは知ってるんだけど、ちなみに考え出したっていうかピタゴラス。へぇ。2000年以上前、ね。はい。ピタゴラスの定理知ってるよね。はい。三平方。ああ、よかった。A 次乗たす B 次乗イコール C 次乗。はい。で、それに数字当てはめて答え出してるだけじゃ全く意味がないから。はい。証明して。え？三平方という証明してよ。100通り以上仕込みの方法があるんだから、1つや2つぐらいすぐ出るでしょ。これって。ああ、3人いる。そう、3人いる。当たり前ですよ。3人いるんだから。ああ、前振りだったんですか？話長えなって言ってたら、前振りだって短い方ホワイトボード、いやもうこういうのね、三角形は相場が決まってるんですよ、四角形を作るって。ちょっとこうやってやるんですよ、いつも毎回思い出すんですよね。これ家族でちなみしてズルした、いや違うですよ、違うですよ。結構もともとやりくるやろ。で、なるほど。付け以外の方法は、付け以外の方法はあんまり100何組あるうちの、まあ、1000組2つか3つしか知らないから。俺1個全然僕分かんない。中学で習う定理ぐらい自分で一度ぐらい証明しておいた方がいいんじゃないの。いやもうダメだ。え、あ、はい、加藤さん終了。すごい。やこれは結構、うん、中学校の先生、うわ、やばい、見ちゃう見ちゃう見ちゃう、調べしないで、あ、はい、感じなさい。でも毎回思い出してやるんですよ、まあ、一番オーソドックス、うん、一番簡単なのです。結果書けてんだったら、あとは式作るだけし。式作ったんですよ。作ったら、自然と結論が出るじゃん。4S。これ何か、あとで言うと。西谷さんが考えました。意外と音階も有名な人だったんですね。ピタゴラスさんは音楽もできたってことですか？できたってことは、もう、ピタゴラスさんからだね、ピタゴラス楽譜で、ルート2の存在は知っていたけど、ルート2が無理数だっていう、思い出した人を処刑したくなった。こんな数はあるはずがない。いやもうこれ、まさにさ、公式丸暗記の典型で、そうっす。本末転倒。だって、予言定理は、そもそも三平方の定理から導かれたものなんだから。これが1。これがだって、ゼロになれたからね。あ、1円ゼロか。コス90がゼロになったから。そうです。それは三平方の定理から導かれる予言定理。そうですね。予言定理を使って三平方定理を証明する。本末転倒。あって、セリングし。有名なやつがあるじゃないですか。知らないです。本末転倒ですか、単語ですか、それともことわざ。ことわざで本末転倒か、馬車を使うことわざで、わかんないです。 The carriage before the horse。 はい、じゃあまあ俺のところ、俺の見せ場。あ、ごめんごめん、人の話の腰をベントするのが得意なんだ。ベントは負けるだから、折るじゃないから。折るとレイク違う、レイク馬車を馬の前に置く。おお、大久保さん、はい、この絵描いたんだったらあと式作るだけでしょ。いや、わかんないっす。この三角形の面積ってどうやって求めるの。この三角形の絵とこれっすよね。でしょ、それが4つで。ってことは 2AB でしょ、でこれが、はい、足す C 二乗、うん、がで A 足す B、うん、の二乗、うん、で A 足す2乗、あ、するんだ。うわー、はぁ、じゃねえ。ね、一応だから結論はもうだからもうね、あの動画的にはじゃあこれがもう結論ですよって言ったら、これ難しいっすよね。これって、これ知っとかんときついってこと。いや別にっていうか、数学の定理ぐらいさ、はい、証明しとこうよ、両辺の。すげえ。これって。ああ、これが一番簡単な図で、もっと単純化していけば別に台形でもいいけどね。あ、別にその、あ、すごい。台形でもいいけど。
ないけどもいいけどね。もちろん一応細かく言うならちゃんとここが90度であることとかっていうのは丸と×足して90だでここが×丸、はい、でまあちゃんと90度ですよ正方形ですよっていう、うんうんうん、でこれが一番簡単なやつで、じゃあせっかくなんで一つだけねアインシュタインさんが考えたと言われるエクセレントの方法を紹介しておきますよ。直角三角形よく高校入試の時に、ね、直角のところから垂線引くと相似が3つできるよね。はい、黒丸×黒丸×でね、はい、で最後にでかいのっすよね。だ1個にここ3つ相似だよね。相似だから全部3辺の比は A 対 B 対 C だよね、はい、A 対 B 対 C だからこのちっちゃい三角形で言うなら ATBTCT だよね、はい、A 対 B 対 C これで言うならば ASBSCS だよね、はい、そしたらこの三角形の面積とこの三角形の面積足したらでっかい三角形の面積ですよっていう式が入ってました。やべ、何聞いてなかった。全然聞いてない。それは正解だから消しちゃっていいか。はい。ちっちゃい三角形と中間の三角形足したらでっかい三角形ですよ。ああ、なるほど。はい。了解です。最初のまず議論は全く分かってないっていう。え？A 対 B 対 C だから A 対 B 対 C でしょ。このちっちゃいのが CT、CS、BS、つまり円の式みたいな。それはあれだね。季節して、コス事情を足すサイン事情イコール G。もう証明したことになっちゃった。そうなんですか。和夫君が今書いたのは、コス事情足すサイン事情イコール1じゃなく、はい、知りたいのは ABC の話なんだから。はい、そうですね。ABC が残るようにしたそうなんですか。うん。でも、でっかい三角形とでっかい三角形を足したら、やべ、見ちゃった。大きい三角形でしょ。間違い見ちゃった。普通に面積ってどうしたらね、そしたら、AT と B かけて、AS と BS かけて。だって数学を証明するときって証明すべき結論ってもう分かってるわけじゃん。そうですね。その結論が出てくるような式を作りたいんです。そうですね。この三角形の面積出すのに ABT 事情じゃさ出したい結論が出てこないじゃん。確かに。CT 違うな CS この三角形の面積出すのに、はい、今出したい結論何？結論ありきなんですよ、数学なんて。結論ありきでそこに持っていくための式を作りたいんだ。まあ、これ作りたいんでしょ、はい、これ作りたいです。今この三角形の面積とか、この三角形の面積とか話したい。だから A×B とかやってたらダメですよね。一生たどり着かないですよね。この中で通りで表されてるでしょAS と BT。これとかけたいのはどっち？こっち。ああ、なるほど。そういうことか。全然わかんない。ごめんなさい。ちょっと勝手に納得しないでもらっていいですか？だからそしたら、結論が出てこないじゃん。結論ありや。これ出してんのこれ。はい。待って。これと、この線の中が2通りだな。なるほど、はい。この線の、この線ですよね。AT かける ST とする。この線って、とりあえず2分の B2 乗 ST。そうですね。で、2乗これがわかんないっす。だって AT とかける。なんでこれどこに書いてるこれ AS。これ AS か ?CS かと思った。CS が。これ AS か ?CS か。AS か。おいでそうです。え ?BT か。これが一番初動的な。いや、てかまあ別に一番ってわけじゃないけど、これはアインシュタインが考えたと言われている証明。そうですか。C。めっちゃ。だからここを2分の STC の2乗にしたわけだ。で、こっちが表示とかって言うんですよ。証明も書いてあるとか。こうするじゃん。だから、式は全部教科書に証明書いてあるんだから、99% の高校生は、その結論をただ学んできてるだけで、一番大事なのはそれを導くことなんですよ。再現を結局証明でも見つけることなかった。で、次にこれを C を使って表すんですよね。こう。CS 対。SP.イコール0。ああ、そういうこと。はい。なるほど。あれああ、2か。危ね。高校受験を頑張らなかった月が終わってます。
そうね、これで ST が全部消えて A 以上たす B 以上に、じゃあまあ一応もう一回ちゃんと整理しとくと、この ABC っては実際の数字でしょ、はい、で A 対 B 対 C、はい、でこれ相似だから A 対 B 対 C だから、はい、これはあくまで比だから、はい、A にまあなんか数文字くっつけたけど、はい、ATBT、はい、C、はい、でこれも A 対 B 対 C だから、はい、A 今度は違う文字で AS、BS、CS と。でこの三角形の面積出すのに出したいのが A 字上できてほしいからこれとこれかけないんだよ。でこっちとこっちかけちゃうとさっき見たく T 字上足す S 字上イコール1ってこれって単なるコス字上スイーター足すサイン事情スイーターイコール、はい、イコール1の正面になってるからね、はい、T ってなって、はい、ちゃんと三角形になってるでしょ、はい、こっち側でやるとコス事情この正面になる、はい、はい、じゃあこうやって基本的な正面ちょっとできるようにしなきゃいけないんですけども、この様子だとどうも怪しそうなのが二次方程式の解剖講師に導いてください。ああやっと高校数学になった三平方定理の証明、埼玉県の上位校向けの入試で出した成功率が 1% の場合なんです。あ、そうです。あ、間違えた。2、A。だから、2、6、5で、そして、と、やっぱ俺がこの記号連発するの好きじゃないんだけど、よし、もう点々点書かなくていいんで、いちいち。あ、そうっすか。記号書き方が見てもいいけど、お子さんが証明しようとすべきことは何ですか？解の公式っす。解の公式って二次方程式ですよね。あれ、これ、一番上に書いてある式は二次方程式じゃないですよね。これは、ね、そういうことですか？なるほど。でこうなったときにこの式とこの式をイコールに結ぶのがまずいでしょ。左辺ってやんなきゃいけないのか。そしたらまあ単なる x じゃ左辺イコール x。まあこれプラマイなんでどっちでもいいんですけど、1ミリがマイナス点を受けてやる。一人もといっぱいいるのに。そうなんですか。いいんだよ。あれなんですよ。教習所でも。なんか、減点されないコツとして、独り言をめっちゃ言うっていう。減速しなくても、ここ危ないだろうな、みたいな言っとけば、気をつけてるなって伝わるみたいな。よくやってましたよ。なんか、指差し確認みたいなもんだから。そうそうそう。これ、ちょっと待って、これが、これなんだっけ、これ何時だ、これ変換性がこんなのでしょ。どっちかさ、こんなの書かずに、そのままこう、単にこう、開業開業してくるんだけどね。ああ、こういうことそうゼロイコールゼロ。で、ここから。家族はしなくて得意やん。家族は得意です。いや。早稲田の、はい、文系数学です。文系数学です。を目指してるね。はい。慶応と早稲田の受験で、もしとかの成績であるとね、上位だったんで。ちょっと、あ、前ですね。一番今年。多分今年。これがマイナス 2A5B でしょ。で、ここが0で、で、こうやってやって、で、ここの0座標は何ですか？これが求めたやつでしょ。で、グラフ必要。グラフ必要じゃないですか。グラフを考えるっていうことは、解くとき大事な場面多いけど、例えばグラフは多分いらなっちゃう。いらないですか。皆さん、困ってる2人にさ、例えばさ、x 二乗マイナス 2x マイナス5これ解いてよ。あ、ちょっと待って、 x 二乗引く 2x プラス1、ちょっと待って、あ、そうそう、行こうっていいです。で、ここにプラス1したらこれ6になるでしょ。あ、そっか。で、そしたら x 引く1二乗イコール6、絶対、そしたらプラマイ6に1足せばいいんだから、ってことか。で、これと同じことをここでやれって言うんでしょ。解の公式を覚えて当てはめて解いてるだけだからね。こういう
平方完成した方がよっぽど早いやつでもう解の公式使っちゃうおバカちゃんがいるわけよ。これ因数分解できない、はい解の公式、因数分解できないからすぐ解の公式使うの、はい、おバカちゃんなの。はい、こんにちは、おバカちゃんです。だからおバカちゃんじゃないからちゃんと平方完成したでしょ。いや、まあなんかそう、ここまで振られたらそれは平方完成しよう、立方完成的なものは、それがあの三次方程式の解の公式を導く過程なんだけど、それは二次方程式の全然簡単じゃないですね。カルタボン公式って言うんだけど、それを元にした入試問題がいくらでもあります。あ、そうなんです。俺の動画で一回出してます、それを。三次方程式をうまく解けるように、まあ、大概二次の係数がないんだけどね。ああ、なるほど。二次の係数がないと比較的解きやすい。あ、そうなんですね。立方完成がしやすいんです。二次の係数で。かっこいいですね、立方完成っていう言葉が。立方完成にかっこよさを感じる。え、そうですか。センサーにするの。領域展開みたいじゃないですか。領域展開をカンタロスが知らない。あ、知らない。呪術廻戦。で、ちゃんと平方完成して。これ A で割るっていうふうにやらなきゃいけないから、これ A イコールノットゼロを示す。まあ、そうでも A が0だったら二次方程式じゃないから。あ、そっか。確かに。大事です。あ、マイナスだ。そう、A のと0が大事だけど、まあ、もともと二次方程式って散々言ってる前提があったら、A は0じゃないのは、もう、暗黙の了解だから。そこまで気にしなくていいんだけど、ただ、さっきね、加藤がいいこと言ってたのは、A がプラスかマイナスかってちょっと気になるでしょ。え、なんか今感じたこと言っていいですか？はい。これ絶対値じゃないですか。うん。これで絶対値で。そう。で、僕、これ A がノット0だから、これプラスやんと思ってこうしたんですけど、マイナスだったら反対になるから。あ、そういうこと。だそうなんで。絶対だから本当はつけなきゃいけない。つけなきゃいけないけど、結局プラスマイナスだから OK っていう話。情報の番組の場合を考えるから。え、本当だ。本当だ。確かに気になる。二次方程式の平方完成が絶対解けるんですよ。それを一般化しただけの話だ。はい。一般化してよ。知らない。一般化するだけです。まず係数が邪魔でしょ。はい。確認ですか。丸になる。あ、チップの下めっちゃ綺麗。いや、最速はしません。時間もらうそうですか。証明させられるだ。ああ、はいはいはい。一応。証明対策。対策はしてきました。なるほど。それが。でも意外と公式って少ないですよね。高校数学バッテリーとか。あ、ここで平方完成っていう発想は全く出てこないです。平方完成というか、X の式にする発想。使いすぎちゃって、これを見て、公式使いたくなっちゃうんですよ。うん、うん、確かに。これが使えないんだ。すごい。あと一応言うんですけど、僕、整形が数学採用してなかったと思うの、受験生の。あ、そう。はい。それだけ把握のこと。もともと朝から出るときは社会と数学の選択で数学でしょ。いやー、数学だったんです。うわ、すごいな。最初から数学でしょ。昔の社学は簡単だった。そうですね。社学も数学は満点取れそうですけど。取ってくれよ、じゃあ。いや、そうなんですよね。本当ですよね。取れてないやつがいいっすね。あれですよ、今年チャートとほぼ同じ問題が出たんですよ。チャート式の例題の数字変えたってちょっと疑問が出るぐらい。あ、わちゃそっくりです。もうそのまま出てます。だってせっかくさ、もう大好きな丸暗記してるんだってから、その結論が出るようにちゃんと式変形すれば、あれとか違うなって分かるんでしょ。この量からこの量に全然等しく変形されてないね。ここだからあれですね、普通に。当たり前のことをきちんとやるだけなんだよ。一番大事なことなんですよ。当たり前のことをきちんとやる。うん、全然この式だってめちゃくちゃでしょ。まあ、それぞれ何したのかと。これ今この部分を A で食っただけなんでしょ、はい、で、プラス C でしょ、はい、で、A で食って、平方完成して。お母さん間違って。数分の中継ですか。ああ、数分の中継。これ何になる
加藤さん、これ、同じだから消していいですか？何をしたい？こっちに具体的な数字の式を書いて、ちょっと見比べたいの。いや、いつも具体をクソはちょっとできたでしょ。通分しとけばいいじゃん。予定とかでも途中式省こうって思って省きすぎると絶対間違いですよ。やべ、虚数が出てきちゃった。さっきの値何でしたっけ？そこを左右の定数項をマイナスにすると絶対はいならないから、はい、マイナスにす、あ、まあ、そうか、ポンスティーだし、じゃあ二次方程式って要するに平方完成すれば絶対解ける。それはただ一般化しただけの話なんでしょ、はい、一般化するのに、係数、係数が1だと解きやすいから、うん、A でくくるなり、別に A で割っちゃって構わないで、A0 じゃないんだから、はい。で、こうやってやってた時に、さっきね、家族が非常にいいこと言ってたのは、この変形ちょっと気持ち悪いんですよ。うん、はい、何が気持ち悪い？絶対違いやすい。だよね。っていうのは、絶対にこれいきなり A とかやっちゃいけないわけね、はい、A が負の場合もあるからね、これ絶対ダメだよね、はい、A が負だとは成り立たないですね。だからこれルート取るときに 4A 以上のルート取って 2A、はい、ちょっと気持ち悪いじゃないですか、はい、いきなりやっちゃう本当はいけないじゃん、はい、まあ、でもルートを取るときのこの気持ち悪い、この絶対値本当はつけなきゃいけないけど、はい、別についてなくてもいいやぐらいな、で実際結論間違ってないからいいんだけど、はい、この気持ち悪さを解消する、すごくエクセレントな方法があるんで、せっかくだから、はい、まあ、身につけておいてください。AX 二乗プラス BX プラス C イコール0で、はい、平方完成。で、A のまま平方完成したいと、4A かけちゃうと。はい、4A だけど、4A 二乗 X 二乗。はい、プラス 4abx プラス 4ac イコール0と、はいはい、そうするとこの部分って 2ax とプラス4、これ2乗したら、うん、ここまで出てくる人じゃないやん、あれ目に、ああそうだ、 c の乗で 4ax 乗プラス b 2乗B、出てくる余計なものが B 乗だからマイナス B 乗、はい、うん、プラス 4AC、はい、ルッツェロと、うん、2AX プラス B の2乗イコール B 乗マイナス 4AC と、うん、そしたらこれ 2AX プラス B プラスマイナス B 乗イコールプラスマイナスルート B 乗マイナス 4AC、これやったら別に A が正とか負とか近接 X2 乗イコールなんとかって時にこれは X イコールプラスマイナスルートでいいんでね、うん、そこ一気に別に近接取れるでしょ、はい、そしたら 2AX イコールマイナス B プラスマイナスルート B 二乗マイナス 4AC になって X イコール 2A 分のマイナス B っていうのは 4A かけるとすごく綺麗に平方完成で気持ち悪くないっていういいこともありますよという話でしたということで、はい、どうだったですか感想として。感想としては予想通り基本的な公式って証明できない、なるほど、高校生が 9.9% なんで、なるほど、ね、公式は必ず自分で導けるようにしてください、はい、結論を暗記しても何の意味もありませんという、うん、もう大丈夫、頭抜けちゃってんじゃん、はい、でかてえれえのかよ、いやそんなことありがとうございました。はい。これをちゃんと分かって、まあ特に始めたばっかりなんでまだ、やっぱ丸暗記に走ってる感があると思うんで、はい。きちんとなぜそうなのかを考えて、公式は成り立ちをきちんと理解してください。はい。ということで、ぜひ皆さん、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。天気ごめん。ありがとうございます。入ってない大橋。